よろしくお願いします。
だから、そうね、深江橋の前が、八尾のね、あの、X1 ですかね。はい、あそこ、ほんまに今日で、ね、X1 なんですかね。そうなんですよね。あれ、今日なんでやってないの？ちょっと、あそこなんかね。ちょっと、あの、事情があって。事情があって。事情があって。いろいろあるからな。そう。いろいろありますよね。そうなんでね、でもいろいろあっても3店舗、4店舗あるから満足よね。そうですごいよね。そうですね、もう、まあ、皆さんのおかげさまです。宮下マスター、すげえな。そうですね。だから、あの、八尾の前はあの平方にね、もう、あの、寄せてもらってて、あの、平方が4月ぐらい入ってらっしゃるんですかね。あの、あそこもね、こう、ちょっと間空きだから、なんやかんや言うてね、3ヶ月、4ヶ月ぐらいの周期で、どこかこう入ってるような感じで、ちょっと森口さんがちょっとご無沙汰してるんちゃうかなと思ったりして、なんかね、前、中さんがやってはった後に、こう、違う方が今入ってるんですよね。あの、ビッグさん。ビッグさん。あ、ビッグさんですか。ビッグ。ビッグ。ビッグ。でかいんですよ。あー、でかい。背がでかいで、ビッグって言うじゃん。声もでかいです。なんかこうね、あの、パッと姿とか写真写ってる方のね、こう、感じが、なんかこう、役者的な、なんかこう、盛り上げをね、感じがしましてね、ほんま、そういうので、ちょっと。ヨーデル、ヨなかなか聞けないヨーデルが聞けるようね、まあ、そんな感じで、あれなんですけどね、さっきね、あの、もうすぐ昭和歌謡とかね、あれ、こう、にぎやかにこうね、あの盛り上げてもらって、あれなんですけど、僕はちょっとあの、フォークソングがね、あの、まあメインでやってて、1980年、70年代のフォークソングっていうね、とこで、かぐや姫さん、かぐや姫さんとかね、今の、まあ、長渕剛さんとか、あのあたりのやつが好きで、長渕剛のね、今のオイラの旅はハイウェイですよね、歌で、1981年の、あの、剛ライブね、あの、やってたようなやつなんですよね。次はね、かぐや姫さんのね、ちょっとね、歌で、あの、ちょっとこの冬、いつも歌う歌で、歌えなかったね、歌ってなかった歌で、まあ、赤長寿ってね、いう歌をちょっと見て、あちょっと熱い。映画が懐かしい。そうですね。今でやる人少ないですよね。そうですね。意外とね、あの、あれですね、神田川とかね、ああいう妹とか、ああいうやつはあるけどね。赤長寿って歌います。
一人でいるような気がします。
あのやってるんですよ。今度3月に初めてお会いするやつ、あのちょっとライブハウスでね行く予定にしてましてね、はい、このあの月岡翔さんってね、あの、あの人がなんかサスケさんっていうね方を呼ぶっていうのに、うん、サスケさんとあのツーマンライブで菊池博さんが来るので、でお誘いをねちょっと LINE できて、キムネは歌っとったよねみたいな感じで、ね、行くんですけど、まあ、次ね歌うのねキムネガーではなくてね、あの一つ星っていうね歌がありまして、あの作詞がね横山やすしさんがねやられてるやつがね、あのちょっとこう横山やすさん風 の、 あの特徴あるね、あのやんちゃな感じのねところと、あの一人の女性を愛するね自分をこう分かってくれた初めてのなんかそのね、愛のぬくもりっていうかね、そういう感じでこう暮らしていくんですけど、亡くなっちゃうんですよね、この奥さんがね。でその奥さんがこの一つの星となってこうね、こう見守ってくれるっていう、なんかそういうようなやつで、一つ星をねちょっとやりたいと思います。
Thank you.
はい、お待ちをね、いただきます。ありがとうございました。下駄のもと路地裏通り雨上がりの屋根窓の白手まり歌お下げ髪の森へこの街が高いですね。